日は先日食べなかったスシローのラーメンを食べに再びスシローに来てみたよ。雨の日だけどどうかな、混んでるかな。袋に入れてる間に3人ぐらい入店したけどね。はい、2回目だから慣れたもんだぜ。発見。あれ何、空席ってこと？え、どうしたらいいの？あ、これ持って直接行けばいいんだね。はい、合っておりますな。あ、ラーメンが塩対応ラーメンに変わってる。抱きしめたいラーメンを食べに来たんだけどな。さてと、今回はちゃんとお茶を入れるぞ。まずはスプーンの使い方 OK。 お湯もよく出ますね。よかったよかった。ではひとまずジャスティース。あ、今日は寒いからね、あったかいのがホッとするな。ではでは、お目当てのラーメンと思ったけど、まずは手元の番号札をご確認ください。はい、ございますよ。では気を取り直して、期間限定なんか変わったものあるかな。カツオはまだあるんだね。お、ラーメン発見。お、いろいろあるな。どうしようかな。お、うどんもあんのか、悩むね。あとなんか面白いのあるかな。お、イカ天握りって気になるね。うん、塩対応ラーメンよりはこっちのラーメンのがいいかな。よし、決定。はい、注文取りましたよ。おーっと、やっぱりそうやってくんのか。まさかとは思ったけどな。やっぱ上から来るんだな。あー、ドロドロだ。おしぼり取っといてよかったよ。ではオープンと思ったら、なんかパッキンついてるね。片手じゃ無理だ。おー、硬いな。おー、倒しそうだ。あぶねえ。大丈夫だったかな。はい、こちらでございます。エビワンタンラーメン、おいしそう。あれ、レンゲはついてないね。じゃあここにある小さいスプーンでいただきます。さあ、どうかな。寿司屋のラーメン初めてだ。麺は太めな感じでいい感じな。おお、めっちゃエビだこれ。うまいね。エビ好きにはたまんねえな。こちらのワンタンはどうかな。うん、エビワンタンだ。プリプリでもっちもちでうまいぜ。じゃあスプーンを使って食べてみようかね。いやー、うまいけどスプーンの存在はよくわかんない。量的にはどうなのかな。普通のラーメンの半分ぐらい。あ、具にエビがあった。やりました。どんだけエビ尽くしやねん。あー、エビはプリプリで美味しいな。しかしこのちっちゃいスプーンじゃおつゆはすくえないね。なんか白飯が欲しい感じなんだけど、白飯なんかあるかね。味噌に合うのは卵かこいつかな。待ってる
る間に生姜を取ろうと思ったけど、やっぱりこのトングの使い方がわかんねえよな。あーもう到着しちゃった。早いな、お客さんいないからね。カッパだよー。でレンゲに乗せてね、食べたいイメージだったんだけど、これじゃあ崩れてしまった。毎度お見苦しくってごめんなさい。うまい、合いますね、最高だぜ。1個ぐらい普通に食べようかと思ったけど美味しかったのでつけてしまった。あーでも一口で食べないとちょっと汚らしいね。美味しかったので全部つけてしまえ。どうせ崩れるならぐちゃぐちゃにしてな。良い子のみんなは決して真似をしないでください。こういう大人になったらダメだよ。せっかくなので握りに行こうか。でもお腹は満足してんだよね。お、噂のスシローのアワビだね。ガーリはうまいね。締めにこのね、しその実香るサバ寿司を食べようか、デザートに行こうか悩みどころだな。あ、替え玉あった。でもま、海苔ときゅうりがプラスされたからいっかな。はい、デザート来ました。大学芋をチョイスしたよ。はい、いただきます。寒いからさ、ちょっとアイスっていう気分じゃなかったんでね。おしるこがあると最高なんだけどな。はい、フニターンして、で私が食べんだけどな。はい、ラスト。大学芋はやっぱり乱切りにされてる方が美味しいもんなんだな。ごちそうさまでした。空いてたので店内も撮ってみたよ。こんな感じ。はい、なぜか今回もカップが2つ。もう思い残すことはないぜ。これで死んでも大丈夫。あれ、なんで？あ、そっか、閉めてなかった。2回目だからってな。気を抜いてたよ。結局最後の最後にやっちまったな。はい、無事お会計終了いたしました。あー、しかし雨止まないね。今日はずっと土砂降りだ。あっちゃ、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。